こだ。種も仕掛けもない純粋な喜びはポケットの中にいつの間にか忘れてた。六畳一間小さな窓、僕の全てだ。目をそらしたままではどこにもたどり着けないのに。手震えて気づいたチョコレート苦手なのにな。あ、そうか、あれきりだ。あの子の声聞きたいな。いつからだろう、こんなところで待ちぼけ。ポシェットのチョコをまた一つもくれないか。緊張してる声のままでささやいた反応。ここは何もないけどその分誰かを守ればいい。待ちわびた世界。